クエゼリン干渉の衛星写真クエゼリン干渉クエゼリンカ二章で行われたピースキーパー弾道ミサイル実験で落下する疑似核弾頭クエゼリンカ二章とはマーシャル諸島ラリック列島にある干渉。クワジェリン、クワジャリンとも呼ばれる。ハワイ、ホノルルの南西 3900km の北緯8度43分、統計167度44分に位置する。 クエゼリン干渉は97の小島と839.30平方キロメートルの小湖からなる。干渉南端に最大の島クエゼリン島が北端に2番目に大きなロイコールナムル島がある。これらの島はアメリカ合衆国が咀嚼しており、アメリカの政府職員とその家族が住んでいる。クエゼリン島の人口は約2500人である。 クエゼリン島の隣のイーバイ島は、干渉内で人口が最大である。1万2千人が32万平方メートルの土地に住んでおり、世界でも最も人口密度が高い場所の一つである。クエゼリン干渉はその軍事的な歴史から、ほとんど訪れる観光客はなく、自然が手付け風のまま残されている。証拠内には、飛行機や多くの日本船、 ドイツの従順洋艦プリンツ・オイゲンが沈んでいる。1944年にクエゼリンの戦いでアメリカ軍が日本軍を排除、占領した後は干渉は軍事目的で使われている。2003年アメリカは11の島をマーシャル諸島共和国政府より50年間沈着し、ロナルド・レーガン弾道ミサイル防衛試験場を設置している。ありがとうございます。